これを張り替えます。それでギターの弦張り替えるのに、まあ、必要なってかあった方がいいものはこれ、こういうの皆さん知ってますかね。知らない、知らなさそう。これはあの、まあ、名前になってワインダーって言うんだけど、これギターの弦を張ったりこれしたりするのその便利なもので、どうやって使うかっていうと、この先のところをペグっていう、これ、ギターの各はその呼び方僕一応書いてありますので覚えてください。ペグね、こういうことを使う。で、これをまず弦緩めていきます。緩めますね。はい。もうビヨンビヨンってぐらいまで緩めたら、で、この機械って、道具っていうのはね、これまたその便利なところで、ここにへこみがある。これをね、ここに当てる。で、あ、いいですか。クイックでやると、このピンが抜けます。そしたら弦を外して、でこのピンはどっか行っちゃうといけないので一回刺しておきますね。なんか敵屋さんみたいな感じになってで、この弦を外して、これはまあこれはどっかに刺しましょう。それで、新しい弦を出します。でこの時にね、ここがポイントなんだけども、まあ、ちょっとガット弦は違うんですけども、スチール弦のギターの場合はこう元、根元の方がこういう風になってますね。丸いリングがついていて、で、まあ、これマーチンという弦なんです。これはちょっとこう布で覆われてます。それでね、ここのところをちょっと触るとポコンとね、出っ張ってるところがあるんだけど、ちょっと知ってさってみて、あ、ここですね。そう、はい、うん、ちょっとバッタリ触ってみて、このあたり箇所だけ出っ張ってる。はい、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 はい。そのね、出っ張ってるところを上にして、それでこの輪っかがあるんですね。この見える、これをね、これが上リングが縦になる、だから輪が横の向きになるような方向で出っ張りを上にして、こう持ってグイッと曲げます。こういうふうにグイッと、これくらい。そしたらもうちょっと先のところ、もう一回グイッと、こういう形、二段階で曲げて90度になる。わかります？で、この時だからこの丸い輪っかが、こう縦に立ってる、輪が立ってる形ね。この形ですね。そしてこれを、まずブリッジの方に入れて、でこのピンを差し込んで、でこの時にあのよくね、これにピンに弦が引っかかって奥の方に入っちゃう人がいるんですね。そうすると弦を張った時そのポコンと抜けてきちゃうんで、これがちゃんとこのピンの、こっち側にこれが入っているかどうかを確認します。これはちょっとこうやってみると、ちょっとピンを緩んだ状態で引っ張った時にスポンと抜けてこなければこれで OK。そしたらまず一回ここのところでちょっと押さえ込んで、この、サドルって言いますけど、このところでちょっと押さえ込んであげて、実はここでちょっとこうあれがつくんですね、カクンと。でこれをずっと引っ張ってきて、でここでもう一つポイントは、この弦を巻くときにこのペグの穴がある、ね、これをまっすぐにこっちの弦を来る方に向ける。わかります？だから弦を入れ、ここに入れたときに、この老眼だから見えないんだよ、ちょっと本当に見えない。はい、こう入れます。これまっすぐになりましたね。ね、まっすぐピキッとこう来てるでしょ。そしたらね、ちょっともう少しずらそうかな。まず一回ピーンと張ります。そしたらここのナットっていうんだけど、ここの部分をつまんで、ちょうどこれをパッて1フレット目のこの辺、これぐらいまで引っ張って一回戻したら、今度はこっち側を押さえて、それでここで弦をじゃあチョコだな、ぐるっと一回し、わかる？わかりました。一回ししたら、ここでね、ギュッと一回ね、ちょっと絞ってほしい。そうするとどうなるかっていうと、こういうふうに、クキンとここの部分が
あのカチッと折れ曲がった感じ。これがね、緩いとね、その部分が後で、ね、緩んできちゃうんです。だから一回やったら、ここで回しながらグッと押さえ込む。ね、それで一回しして、で、この時に見えるかな、この巻いた弦が今この、この先に出っ張ってるところ上に来てるんですけども、そしたらこの今この出っ張ってる余ってる部分上にグイッと上げちゃいます。それでこっからが結構ねポイントなんですが、これで、巻いていきます。その時にちょっとこう弦を下の方に押さえ込むようにしてやって、この巻いていく弦の先が下の方に行くように。いいですか、わかるかな、うん、こういうふうに下の方へ行く。新しく巻いたのが常に上に上にあるってことですね。そういうことですよ。こういうふうにだん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 下の方へ下の方へ、ね、である程度離れてきたらもうこれもこれこれまで手離れて大丈夫なんで、でぐーっと巻いていっちゃいます。でこれであとはチューンしていくんだけど、ただこの時にまだ実は緩みがちょっとあるね。だからそれはちょっと引っ張ってグッと、この加減はちょっと難しい、あんまりやりすぎると切れちゃうんで、引っ張ってやるとやっぱ少し緩みがあるんでちょっと伸びるんですけども、それをチューニングしながらあのまた調整していきます。それで、これなんですよ。で結構うちに出てるあのギタリストさんでもこの余った部分もそのまんまでビヤーン